まずは地元開催の共同通信支配権利の優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちから聞かせてください。いやもう素直にホッとしてます。はい、ホッとしたっていうのはどういったあたりですか。いやもうだいぶこれでグランプリに近づけたのと で地元オリンピックってなかなかないのでそこで優勝はすごい嬉しいです。開催が決まった時にはどんな気持ちでしたか。いやもう前回ウィナーズでもう二次予選で敗退してるので、まあ、それもあって緊張してたんですけど、まあ、あの時よりは落ち着いて挑めたかなと思います。決勝戦のレースも振り返っていただきたいんですけど今日は前受けからでしたがいかがでしたか。作戦通りではなかったんですけれどもその場その場で考えるって言って作戦決めてたので、まあ、ちょっと道中ちょっとホームで後手踏んでしまったので、まあ、あとはもう、はい、自分を信じて見に来ました。そのホームラインとしては一番最後になりましたけどどうやって巻き返そうと考えてましたか。そこで焦っても仕方ないので、まあ、いつもの練習だと思ってもしっかり、はい、踏んでいきました。やっぱりそれは地元の利というかありましたか。まああるんですかね。もうだいぶ高校生から考えると10年ぐらい走ってるので、はい、で、まあ、仕掛けていって最後直線のデッドヒートはものすごい見どころだったと思うんですがいかがでしたか。そうですね、バックで仕掛けた感じはあれ外行くと浮いちゃうなと思ったので内行って、まあ、コース取り的には良かったなと思います。でも古性選手との伸び比べみたいなのいかがでしたか。はもう本当に最後まで分かんなかったんですけど踏み立てて良かったです。優勝を実感したのはいつでしたか。あ、もうゴールした瞬間に分かりました。そこで大戦だったと思うんですけどいかがでしたか。やっぱりその去年の地元記念もそうだったんですけどすごい気持ちいいですね。これで、まあ、先ほどもありましたけど賞金を積み重ねた意味というのももう一度聞かせてください。そうですね、やっぱり前半戦で遅れててもうずっと県外にいたので、まあ、サマーナイトでだいぶ勝負権に入ってきてで今回で、まあ、だいぶそうですね楽になったというか気持ち的に、はい、良かったと思います。ただまた G1 2つ残ってますので、はい、そうですね、もうしっかりそこで優勝してキープ取れるように頑張ります。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は地元戦の決勝ということで、はい、まず一番車でちょっと発走するまでに結構時間ついてからあったと思いますけども、はい、あのあたりっていうのは、まあ、声援などもあったと思いますけどもどういう心境だったでしょうか。まあ、一番車でああやって長い時間待つの初めてだったんですけど、うん、しっかりその時間でリラックスできたかなと思います。まあ、実際レースの方は思った前とちょっと組み立てが違った形になりましたけども、はい、やっぱりあの最終バックのところあそこを打ち突っ込んだところっていうのはすごく見ててすごいなと思ったんですけどもあのあたりはどういうふうな判断で。そうですね、その前で判断ミスというか後手踏んでしまったのでもうそこで挽回しないと勝負権ないなと思ったので、はい、行きました。まあ、最後は古性選手の後ろから、まあ、その伸びた形になりましたけども、はい、どのあたりからいけるなっていうふうに思いましたか。いや終始その余裕がなかったです。はい、じゃあもう最後通過したら、はい、ようやくって形ですかね。はい、まあ、これで G2 を連続で優勝して、まあ、グランプリも大きく近づいたと思いますけども、まあ、この後目標は何かありますでしょうか。まあ、今年まだ G1 取れてないのでしっかり取って切符を取りたいと思います。わかりました。では最後に、応援してくれたファンの方へメッセージお願いします。連日熱い応援ありがとうございました。あと2本 G1 残ってるのでそこも優勝するつもりで頑張ります。お願いします。